日本東京都八王子市南大沢南大沢は東京都八王子市の地名。現行行政町名は南大沢1丁目から5丁目。住居表示未実施。郵便番号は192-0364。東京都八王子市の南東部に位置し、多数の新興住宅地と学校、大学、商業施設を有する多摩ニュータウン西端部を構成する。町の中心には、 京王電鉄の南大沢駅があり、駅周辺には八王子市の行政施設や大学、アウトレットモール、シネマコンプレックスなどが立地する。多摩ニュータウンの計画的な街並みが整備され、住宅地の中に多くの自然が残されている。また、多摩丘陵の丘陵部分を歩行者、専用道路ネットワークで結ぶことにより、駅から周辺の主要施設や、 集合住宅地まで車道を通らずにアクセスできる。南大沢駅周辺には自転車専用レーンが設置されている。街の面積は2.834平方キロメートルである。南大沢駅前は広く大きなバスロータリーが整備され、駅周辺には特に多くの商業施設、店舗が集中している。駅周辺には駐車場が少なく週末には渋滞が発生している。 平日は東京都立大学の学生により、休日はアウトレットの買い物客により、駅周辺は賑わいを見せている。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、南大沢2丁目18番10の地点で16万9千円、平方メートルとなっている。多摩郡の原発王子市域にはかつて大沢村という村が2つ存在していた。 南大沢は南多摩郡内において、その旧廃島寮大沢村の南に位置していたことから南大沢と名付けられた。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。南大沢大橋から望む多摩ニュータウン通りフレスコ。 南大沢遊歩道ベルコリーヌ南大沢三井アウトレットパーク玉南大沢フォレストモール南大沢境内にある大津久羽菓子の空洞部分八幡神社で主に夏祭りの際に踊られた粉屋踊りが有名であった。ありがとうございます。